フェルナンド・ロドニーは、トミニカ共和国サシュ州マナ出身のプロ野球選手。宇藤右内。現在は、メキシカンリーグのティフアナブルーズに所属。愛称はベンジャミン。アルフレッド・フィガロはいとこである。1997年11月1日に、アマチュア FA 選手として、デトロイト・タイガースと契約を結んだ。2002年5月4日のミネソタ・ツインズ戦で、 メジャーデビューを果たす。2003年にトミー・ジョン手術を行い、その影響で2004年は全休した。2005年も術後の影響でリハビリを続けたが、6月4日にトリプル A 級トレード・マッド・ヘンズで戦列復帰。間もなくカイル・ファーンズ・ワースがトレードでアトランタ・ブレーブスへ放出されたことに伴い、昇格を果たす。この年は39試合に登板。 トロイパーシバルが腰を離脱したこともあり旧セーブを挙げ、クローザーとしての役割を担った。2006年はシーズン開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは2005年オフにクローザーとしてトッド・ジョーンズと契約したためジョエルズ・マヤと共にセットアップマンとして起用された。 2007年は6月途中までに1勝5敗、防御率5.68と不振を極め、結局6月20日に右肩痛で故障者リスト入りする。8月5日に復帰して、以降は12人グ連続無失点と復活の兆しを見せたが、9月には月間防御率6点台と再び不振に陥った。2008年は肩の故障から開幕は故障者リストからスタートした。 6月中旬にメジャーに復帰すると、7月27日に、不調のトッド・ジョーンズに代わり新しい抑え投手となった。デトロイト・タイガース時代2009年、タイガースは、複数年契約を求めたが、ロドニーはこの申し出を拒否し、年俸調停を申請。11月5日にノンテンダー FA となった。2009年12月24日に、 ロサンゼルス・エンゼルスオブ・アナハイムと1100万ドルで2年契約を結んだ。2010年はセットアッパーとして務めていたが、シーズン途中でブライアン・フエンテスがツインズに移籍したため、クローザーを任された。ロサンゼルス・エンゼルス時代2011年はジョーダン・オルデンにクローザーを譲り、セットアッパーに回った。10月30日にノンテンダー FA となった。 タンパベーレーズ時代2012年1月4日にタンパベーレーズと1年175万ドルで契約。予資給が大幅に減少し、それまでの4年間1.5前後だったホイップがほぼ半分になり、4点台だった防御率が0点台と投球内容が大幅に改善。クローザーとして最終的に48セーブを挙げた。また、初めて、 オールスターゲームにも選出され、1回を無安打に、抑えた。10月19日に最優秀救援賞と、カムバック賞を受賞した。2013年は、シーズン開幕前の3月に開催された第3回、WBC のドミニーカ共和国代表に選出され、2大会ぶり2度目の選出を果たした。同大会では、抑えとして、大会最多の8試合に登板し、 全てを無失点に抑え、大会最多7セーブを挙げる。ドミニカ共和国の大会史上初全勝優勝に貢献した。また、投手として、今大会のベストナインにも選出された。オフの10月31日に FA となった。シアトルマリナーズ時代2014年2月6日に、シアトルマリナーズと総額1400万ドルの2年契約に合意した。 ことが報道され、13日に球団が発表した。開幕からクローザーを任され、自身初めて最多セーブのタイトルを獲得した。2015年は54試合で5勝5敗16、セーブ、防御率5.68と不安定で、8月22日にディエフェとなった。2015年8月27日にウェイバー工事を経て、シカゴカブスに金銭トレードされた。 オフの11月2日に FA となった。サンディエゴパドレス時代2016年2月4日にサンディエゴパドレスと1年160万ドルの契約を結んだ。パドレスでは28試合に登板して0勝1敗17、セーブ、防御率0.31の成績を残した。マイアミマーリンズ時代2016年6月30日にクリス・パダックとのトレードで、 マイアミ・マーリンズへ移籍した。11月3日に FA となった。2016年12月9日にアリゾナダイヤモンドバックスと1年275万ドルで契約を結んだ。2017年はシーズン開幕前の2月8日に第4回 WBC のドミニカ共和国代表に選出され、2大会連続3度目の選出を果たした。同大会では3試合に登板し、 1>, 1失点、4脱三振と高騰した。シーズンでは4月20イニングで15失点を喫したが、5月および6月で防御率0.00を記録するなど徐々に調子を上げ、9月23日のマーリンズ戦で通算300セーブを達成した。オフの11月2日に FA となった。ミネソタツインズ時代2017年12月15日に、 ツインズと1年450万ドルで契約を結んだ。遺跡までに46試合に投げ、3勝2敗25、セーブ、防御率3.09であった。また、ツインズ在籍中の2018年7月18日には、ミズーリ州カンザスシティでアメリカ合衆国籍を取得した。2018年8月9日に、 ダコタチャルマーズとのトレードで、オークランドアスレチックスへ移籍した。移籍後は、セットアッパーとして22試合に投げ、防御率3.92であった。2019年は、日本開催の開幕戦にも出場したが、17試合に、登板して、防御率9.47と結果を残せず、5月25日に、DF となり、28日に、FA となった。 2019年6月1日にワシントンナショナルズとマイナー契約で合意した。6月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。一郎が引退したことで現役最年長選手となった。移籍後は中継ぎとして38試合に投げ、0勝3敗、防御率4.05だった。ポストシーズンでは5登板連続で無失点に抑えて、いたが、 ワールドシリーズ第4戦では満塁本塁打を浴びた。なお、このポストシーズンで史上4人目の両リーグでポストシーズンの全ラウンドに出場した選手になり初の優勝も経験した。オフの10月31日に FA となった。2020年7月18日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズと契約。 7月31日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。9月2日に FA となった。2021年3月17日にメキシカンリーグのティフアナブルズと契約。弓を引く。ポーズ平均急速時速 153km、最速時速 160.9km の速球と、平均急速時速 132km の チェンジアップを持ち玉とする。かつては、フォーシームを基本球種としていたが、2014年以降は、ツーシームを基本球種とし、チェンジアップと合わせて、投球全体の約90%以上を占める。また、2012年までは、スライダーも投げていた。チェンジアップの精度は高く、コントロールからブリ率ともに良い。その反面、ツーシームは、 コントロール空振り率ともに悪く、速球系でありながら、ストライク率が60%を下回ることもある。クローザーとして試合終了を決めると勝利のポーズとして、天に弓を引くようなポーズを披露する。https.amplb.com2 億8635万5372フェルナンドロドニービカムズアスシティズンアンプ html ありがとうございます。